はい、今回もこの教科書、免疫学イラストレイテッドのね、2回目でございます。前回の続きをやっていこうと思っています。今回は免疫系の細胞ですね。この辺からやっていこうと思っております。免疫応答に関与する細胞の起源というものがあります。どこから見ていこうか。端っこから見ていこうか。まずマクロファージがあります。マクロファージは鈍色細胞の仲間でございます。これは単球から分化するそうでございますね。たどっていこうと骨髄系の共通前駆細胞があるということです。これから、マクロファージができたり、マスト細胞。マスト細胞っていうのは確かね、ヒスタミンとかね、出てね、痒くなるやつだと思いますよ。であと抗塩基球、抗中球、抗酸球なんかもここからできております。途中でバッテリーが切れてしまってね、どこまで取れてるかわかんないですけども、この細胞はここからね、骨髄系からできるということでございますね。まあここから分化して強脚球とか結晶板なんかもできるそうでございます。ちょっとここにハテナってありますけども、造血性幹細胞ですね。幹細胞、この前にもね、造血なんだっけな、なんか名前忘れてしまったけどあるんだよね。造血まあ今回はちょっと忘れてしまいましたけどもね。で、間質細胞っていうのがあったんじゃないか。間質細胞っていうのがあって、それで幹細胞になるっていう風になっていると思います。樹状細胞ね。ナチュラルキラー細胞も、ちょっとはてなんだけど、ここからできてるという風に考えられています。まあ、ちょっと分かってないところもあるんですね。あとリンパ球系ね、共通前駆体、TC 細胞、TH 細胞ね、あと B 細胞ね、抗体形成細胞または形質細胞とかね、まあこういう感じで細胞が作られております。基本的にね、細胞分裂はねしなくって、全部ここからね作られて分化してね作られていくんだと思います。こういう細胞が働けば新型コロナウイルスもやっつけることができますよ。まあここら辺はね、ものすごくね細かいことが書いてありますね。マーカーとかね、いろんなことが書いてあるので飛ばしていこうと思いますね。ね、B 細胞に対してね、こんなにねいろんなものがねくっついてね、そこがねマーカーとなって認識し合ったりするようになっておりますね。で、僕が大好きなナチュラルキラー細胞について書いてあるのでね、これがいればね、癌細胞もね、新型コロナウイルスも大丈夫なんじゃないかなって僕は思っているんですけども、まあ、ね、使い方によりますけどね。ちょっと照明がな、反射しちゃうんだよね。うまく撮れないんだよ。どうやったらいいのか。ですね、ナチュラルキラー細胞、ナチュラルキラー細胞、NK 細胞は、末梢リンパ球の 15% 以下であると、通常抗原レセプター、すなわち T 細胞レセプターや免疫グロブリンを持たないリンパ球として、除外的に定義されている特別なんですね。モノクロナル抗体によって NK 細胞上に検出される
表面抗原のほとんどは T 細胞あるいは骨髄系の細胞にも発達されている。人 NK 細胞の主なマーカーとその他の K 重細胞系統細胞との共有状況については、まずだな、ちょっとここに書いてあるけど、ちょっとはまあ先にね、リンパ球、リンパ球のみからなる集団中で NK 細胞を同定する。同定するのに最もよく用いるのは CD16 なんとなんちゃらかんちゃら、モノクロナルコー書いてあると、まあちょっとね詳しすぎますよね。まあいろいろと書いてありますけど、ちょっと普通の細胞とは違うのに対、結合するのに対しているのに対して NK 細胞は細胞上の、この辺は飛ばしてもいいかな。あんまりね詳しくやりすぎてもねしょうがないしね。まあ NK 細胞がどうやってね活性化するかっていうことが書いてあるようでございますね。でもこの辺はちょっと読んでいきたいかな。これらの細胞すべては、インターロイキンだったっけな、インターロイキン2の直接刺激に反応して非特異的キラー活性を示すようになる。このようにこれによって活性化された細胞は LAK リムフォセタクなんとかなんちゃらかんちゃら、新鮮な腫瘍細胞、がん細胞を含め旧式の NK 細胞に比べてはるかに広い範囲の腫瘍細胞に対してキラー活性を示すと。まあ NK 細胞にもいろんな状況があるのかな。マウスの NK 細胞は主にアロ抗体や一種抗体を用いて同定されてきた。マウスの NK 細胞は人のそれと比べて数は少なからず、少ないがずっと大型のアズール抗酸化粒を持っているのが特徴である。なんちゃらかんちゃらと書いてあります。これらのマーカーはどれも細胞系列に特異的ではない。まあマーカーがねたくさんあるということですよね。ここら辺はいいかな。まあ人のナチュラルキラー細胞の表面マーカーとしてもこんなにたくさんありますよっていうのが書いてあるんでしょうね。で、マウスの NK 細胞の腫瘍マーカーっていうのはこんなにあると、まあこれだけ分かっていますよっていう、ただそういうことを言いたい表でございます。このね大型顆粒リンパ球というものがありますね。このね仲間にねナチュラルキラー細胞があるんだと思いますから、まあ同じものとして考えてもいいんだと思いますけども、まあこの細胞はですねがん細胞とか、ウイルスとかをやっつける機能があります。まあナチュラルキラーも同じような作用をします。まあ同義語として考えてもいいし仲間と考えてもいいと思います。まあここにねがん細胞の腫瘍細胞がありますね。でこの細胞にこの密着にくっつくことによってこいつをやっつけるということができるということはちょっと書いてあります。
ではこのね単核食細胞について見ていこうかなと思いますね。この食細胞ですよね、まあ鈍食細胞って言うんですけども、これが活性化すればね、新型コロナウイルスもやっつけることができると思いますね。骨髄幹細胞に由来すると、この細胞系は2つの主な機能を有しておる。おのおのの異なったタイプの細胞によって、使われている、携われていると。専門的な食細胞、この主要な役割は粒状抗原の除去であると、で2つ目が抗原提示細胞 APC。 これらはリンパ球に抗原を提示する機能であると。なるほどね。まあ単核食細胞系、貧食性、まあ鈍食性って読みたいんだけどね、貧食性かな。貧食性の組織マクロファージは多くの臓器内でネットワークを形成しており、単核食細胞系と呼ばれ、以前はこれに、血管内皮細胞や、どうのこうのって書いてあるね。単核食細胞系ね、まずこれは、血管性、循環性血中単球というものがあります。血管なんかでも存在していて、何かあるとこいつがやっつけてくれるんだろうね。あとクッパー細胞、肝細胞ですね、肝臓の細胞にもクッパー細胞というものが存在しております。こいつがやっつけてくれます、何かあった時にね。肝臓といえばね、肝炎なんてありますからね、それにも関係するのかな。あと腎臓ね、腎経、子宮体ね、血液から尿を取り出すところにも存在しておりますね。メサンギウム、マクロファージというものが存在しております。そして肺胞内ね、まあ新型コロナウイルスで咳が出るようなところ、肺の奥の方にあるところにもマクロファージが存在しております。こいつがいれば肺炎なんかにも関係しておりますよね。それから小膜マクロファージ、これはね、毛細血管だね。毛細血管の中でもこういうふうに働いていると。で、小の頭の脳の中にもグリア細胞っていうものが存在しております。非動内マクロファージっていうのも存在している。で、リンパ球動内のマクロファージ、いろんなところに、こういったものが存在して、人間の体は、生体防御機構が働いて、どんな時でも体が体を治してくれております。で、この、ここに血小板のことが書いてあります。血小板っていうのはね、血液をね、固める働きがあるんですけどもね、普通はね、出血をにね、あるんだけども、この血液凝固の他に、血小板は免疫反応にも関与 しているとね、
またちょっと細かく書いてあるんだけどね。ただ単に、血小板は血を固めるだけではないんだよ。いろんなものをね、こう活性化に重要な働きをしているんだね。血管内に、傷がね起こると血小板は、血管に付着して、まず凝固はするんだけど、そこで血管の透過性を高めたりしてですね、補体系を活性化する因子を放出したり、いろいろ働いてますよっていうのが書いてあります。この教科書はね、細かすぎるからね、ポンポンポンって飛ばしていきますが、今度リンパ系の話に変わっていきます。主要なリンパ器官とリンパ組織、1次リンパ器官、2次リンパ器官およびリンパ組織ですね。ワルダイエル管っていうのがね、まあ口のところにあるんですかね、でここに胸腺、骨髄があって、肺の中には気管支附属リンパ組織があります。まあこういうところにリンパ節、骨髄があって、脾臓があって、腸の中に粘膜固有層っていうものがあって、腸間膜リンパ節っていうのがここにあって、バイエル板っていうのがここにあって、まあこういうのがここにあったりするわけですね。体中にねリンパが働いているという、そういう感じでございますね。まあここは軽く飛ばしていきましょう。まあずっとね目を通してきたんですけどね、44ページまで来たんですけどもね、ちょっとね細かすぎるんだよね。今度こっちに来ます。抗原を認識する分子というところに来ました。まあここもねあまり細かくやってもしょうがないんだけどもね、抗原認識分子というものがあります。これは抗体ですよね。タンパク質でできております。H 差と L 差が あるんですね。抗体 B 細胞抗原レセプター。まあ抗体がこの役割を果たしているんですよね。まあこの辺はちょっとさらっと飛ばしていきたいなと思っているんですよね。まあ免疫グロブリンっていうのがありますよね。IgG、IgA、IgM、IgD、IgE が存在すると、各クラスの、免疫グロブリン は大きさ、電荷、アミノ酸組成、糖根量が異なっていると、血清の中にあるわけだね。タンパク量的に、タンパク量、まああと電気誘導でね分離することができるんですね。 IgA、IgG、IgM、IgG、ガンマ、ベータ、アルファがあってね、アルブミンがあるわけです。アルブミがものすごく多くて、他のものはこんな風に少なくなっているんですね。 AGD が一番少ないんですね。まあこういうことが書いております。ここら辺はさらっと飛ばしていきたいなと思う。新型コロナウイルスで抗体検査っていうものが報道されてますよね。で新型コロナウイルスの抗原を体に注入すると、最初 IgM が出て、そして IgG が出るっていう話もねよく報道されていますので、この IgG と IgM についてちょっと読んでいこうかなと思っております。まずは、IgM から呼ぼうかな。こっちの方がね先にね出てくるやつですからね。
IgM は通常五稜体を形成するが、この五稜体ね、五稜体っていうのはどういう感じかっていうと、こういう感じですね。IgM、五稜体でございます。Y の字が5個つながっております。五稜体を形成するマウスおよび人において一部の IgM は6稜体であるんだ。 6個のやつもあるんだね。マイクロサだっけ、なんて読むんでしたっけ。マイクロサって一応ここでは読んでおきましょう。マイクロサ、ガンマサとアミノ酸配列が異なるだけでなく、定量、まあここら辺読まなくてもいいかな。構造が書いてあるよね。ここら辺はね、別に、最近の弁毛に結合した IgM の写真にはホチキス同盟の鉄金のような U 字型になった。これか。とりあえずね、 IgM っていうのはね、細菌にくっついて反応して出てくるんだっていうふうにしか書いてないね。もっとね、どういうものだっていうのをね、書いてあるのかなと思ったんだけどね。でこの IgG の方は、限ってみても、まあね、まあ IgG と IgM のなんか構造がね、書いてあって、どういう特徴があるかっていうのが書いてあります。まあこの2つがあるってことが分かればいいですよね。まあ特に読むことはないと思うんですよね。まあ抗体のことはあんまり言ってもしょうがないんだけどね。まあ抗原による膜型 IgM と膜型 IgG のキャッピングって書いてありますけどね、 B 細胞に抗体がこうついてるわけですね、 IgM と IgG。 まあ抗原がこうやってくっついて、抗 IgM って書いてあるね。まあここはね、別に重要じゃないから別に飛ばしてもいいかな。これはよく出るグラフですよね。まず第一抗原刺激っていう、まあ感染するとまずは IgM がねできて、そして二次間抗原刺激があると今度は IgM がこう増えていくっていうのは、ね、まあ抗体検査なんかのテレビをやると出てきますよね。でまあこれは遺伝子配列によって読み取ってね、メッセンジャー RNA ができて、タンパク質抗体というのはタンパク質でできてますから、これのタンパク質がここで生まれて、こっちの波の方はここの、D 塩基、ここから生まれたメッセンジャー RNA によってタンパク質がこうやってできていくというふうになっております。まあね、抗原によってね、それに特異的なね抗体を作り出すのでね、こういう遺伝子情報をもとにしてそういうものが作られていますよっていうのはここには書いてあるんですけどね。まああんまりね細かくねやってもしょうがないから、この辺はねもうと飛ばしていきたいなとは思っているんですけどね。
ウイルス感染細胞の障害っていうところのね、図をちょっと見ていきましょうかね。最初に説明書きの方を読んでいきましょう。ウイルス感染した新型コロナウイルスに感染した標的細胞の障害とハプロタイプに、なんだろう、天狗の天、天狗なんとか、なんとか即される、集約される細胞障害。まあ、なんとかかんとかハプロタイプのマウスにウイルスを感染させる。このマウスにより得られた TC 細胞を単にし、同じウイルスを感染された H なんとかかんとかハプでの細胞に対する障害性を実験する、障害性を実験する TC 細胞は同じハプロタイプの抗体を障害する。なんかあんまり細かくやってもしょうがないんだけれど、これとウイルス抗原を結合した複合体を認識していることがわかる、感染細胞を抗ウイルス抗体で処理すると、それじゃなくて、ね、ちょっと難しいよね。わかるかな、うまく説明できるかな。まずウイルスがあるね、新型コロナウイルスがここにあります。ウイルス猫に感あじゃなくてネズミに感染させると H のこの2なんとかっていうのができるんだね。そうすると、ちゃんとつないな、細胞障害性 T 細胞によって、認識するときと認識しないのとあるんだね。認識するウイルス感染細胞、これ、まあ、これが合うと認識するんだけども、この形が違うと認識はしないということなんだね。ウイルス感染細胞、このやつの形が違うと認識する、こちら認識しないってことになるんだね。それを調べるために、入れるんだね。なるほど。だから、ね、これは両方ともウイルス感染細胞なんだけど、ここがちょっと違うわけだ。じゃあこっちがね、インフルエンザウイルス、こっちがインフルエンザウイルスに感染した細胞、こっちが新型コロナウイルスに感染した細胞としてしたときに、新型コロナウイルスのウイルスをこうやっちゃうとこっちにしか反応しないよっていうことが書いたんじゃないかなって思うんだけどね。まあ飛ばしてばっかりでごめんなさいね。今度はね、抗原標準における MHC 輸送経路モデルっていうのを見ていきたいと思います。新たに合成されたクラス1分子はペプチドと結合する。多分ね、このことを言ってんじゃないのかなと。これにね、ちょっと三角のくっついたこのことを言ってるんだと思うんだよね。そしてこの 1i はクラス分子にペプチドが結合することを クラス2分子は 1i と RER 内で会合する。
こう2つ合わさってますね。これとこれがここで一緒になるとね。そして1I はクラス2分子にペプチドが結合することを防ぎ、引き続いてクラス分子が RER より出されるようにしている。クラス1とクラス2分子はゴール地帯以降は別々の道をたどる。3、これはまあこういう小包帯とくるみながら、まあここも離れてこう、これがこう変わっていくわけですね。別々の道をこうたどっていくというふうに書いてありますね。丸さん、僕も半分ちょっとよく分かってないです。すなわちクラス1分子は直接細胞表面へ向かう。4がこの緑色の方はこうやって直接こう向かっていくんだそうでございます。エンドサイトーシスって書いてあるね。液層サイトーシスじゃないのかなって僕は思うんだけどね。まあここではエンドサイトーシスって書いてあります。すなわちクラス1分子はもう一つの方ね、こっちの方はこうなってで、ゴルチ帯を通ってゴルチ輸送ね、小包帯なんかで、うん、まあこんな感じで行くんだね。すなわちクラス1分子は直接表面へ向かう。さっき読んだね。クラス2分子は酸性の小包内へ入り、そこで外来抗原由来のペプチドを結合する。ここだね。エンドソームだね。まあね、ここはね、これとこれをね、細胞表面にこう出すというメカニズムを紹介しているようでございます。これがね、今後ね、免疫にね、とても重要な働きを働かせるんだと思いますね。ここにインターフェロンのことについて書いてあるので読んでいきましょう。この分子は最初抗ウイルス作用物質として特徴付けられたが、強力な免疫調節効果や増殖因子として、働きも有していることが明らかになってきた。テレビうるさいね、ごめんなさいね。IFN アルファは20個の異型体を有しており、ウイルスや核酸に反応した白血球から生産されると。 IFN ベータは単一細胞でウイルス核酸に反応した繊維が細胞から作られると。インターフェロンは、免疫反応において T 細胞 LGL 等の2リンパ球から生産される分子であると。すべてのインターフェロンは抗ウイルス活性を有している。だから新型コロナウイルスもね、このインターフェロンが働けばなんとかなるんじゃないですか。まあインターフェロンにもね、いろんな種類があるんだね。なるほど、なるほど。インターフェロンガンマ、
活性型 T 細胞やナチュラルキラー細胞から作られるというね、鈍色細胞にも関係しているということが書いてあります。このインターフェロンを使ってね、何ができないんですか、新型コロナウイルスで。検査をするとか、あとインターロイキンっていうのも一応関連してるんですよね。まあこの辺は飛ばしていきます。インターフェロンガンマの作用でございます。他の細胞、抗ウイルス作用はちょっと弱いって書いてあるけど、抗増殖作用があると、凍結作用の抑制も働く。だからウイルスをやっつけるために働くと、それと同時にね、こういうことにも影響するんじゃないのかっていうふうに書いてありますよ。あとインターフェロンっていうのは T 細胞とかナチュラルキラー細胞に働いたり、あ、こっちからこっちだね、ここから働かせるわけでございますね。そしてあ、そうか、これはね、ただ攻撃するってわけじゃなくて、働かす、こういうのがこれを食べるために協力をするっていう、そういう関係でございます。で、あとはリンパ系以外の多くの細胞、クラス1分子およびクラス2分子の誘導、あ、だからこれがこういうふうに誘導して、これがこれをやっつけるというふうに書いてありますね。あとはマクロファージ、これも活性化したり、B 細胞の誘導、増殖を抑制したり、この T 細胞の方を活性化させたり、こういろいろ働きを持っているということでございますね。NK 細胞自体の活性を上げたいとか、そういうことをするわけでございます。ちょっとね、ここに2つも同じものが書いてあるって分かんなかったから、これはこう、行くことによってやっつけると。で、それでこっちからこっちに行く方法もあるということなんでしょうね。まあ、さっきからね、このことはね、言ってるんですけども、細胞性免疫反応についてね、詳しく書いてあるところを見つけたので、ここをちょっとまた復習にはなるかもしれませんが、読んでいこうと思います。食細胞ですね、まあ鈍色細胞があります。で、核の中でですね、酵素タンパク質とか全部あの構成されて、リソソームだな。リソソームは普通のね、人脂質で囲まれた袋みたいなものでございますね。で、こっちが細菌ですね。細菌には個体がついたりしますね。で、こうやって取り、これをね、こうやってね、取り込むわけでございます。エンドサイトシスって確か言ったと思いますよね。まあエキソサイトシスは反対方向だと思いますけど、で、こうやってね、このリボソーム、このリボソームの中に酵素が入っている、タンパク酵素が入っております。その酵素とこう合体することで、これは小胞体と呼んだり、二次リソソームと呼んだりします。この中でやっつけます。これは細菌なんですけども、ウイルスなんかも同じように働きます。T 細胞依存性細胞媒介機能だね。マクロファジア NK 細胞、こっちが NK 細胞で、多分こっちがマクロファジだと思うんだけども、まあウイルスとか微生物はこうやっていくと二股に分かれます。マクロファジの方からサイトカインがね、いろいろ出て活性化を起こしたり、
するんだね。でこのサイトカインがやっぱりこの NK 細胞にも働いてインターフェロンを出してこう活性化していくと、ちょっとね細かすぎんだよね。とにかくねやっつけてくれるわけですね。まあこれは殺菌能力って書いてあるけどもね、殺ウイルス能力もあると思いますね。まあ細かい話がねいっぱい書いてあるんですけどもね、今度はですね細胞系におけるマクロファージの中心的な役割を見ていきましょう。マクロファージはね、いろんな働きを持っているんです。初期ではね、初期防御を行います。まあ、病原菌、まあ、抗ウイルスとかがやってくると、まずサイトカインっていうね、いろんな物質を出したりいたします。で、抗原定置という役割も果たしておりますね。ここでね、この T 細胞と、くっつくかのようにねこういうものを作ってですね、基本カインというものをが行われて、まあこんな感じで、エフェクター機能っていう感じで活性型マクロファージということになってですね、サイトカインを出したり抗腫瘍機能ね、抗微生物機能、まあこれ以外に抗ウイルス機能もあるんだと思いますけどね、一応マクロファージにスポットを当てるとこういうことになりますっていうのが書いてありますよ。にしても免疫っていうのはね、体がね、やっつけてくれる作業なんだけども、その時にね症状として現れてしまうこともあります。まあほとんどそうでございますね。免疫と炎症におけるマクロファージの中心的な役割、マクロファージがあります。まあ炎症とかね発熱を起こすことがあります。インターロイキンとかねこういうものが出ると発熱が出るんですよ。だから新型コロナウイルスとかに、感染して症状として熱が出た場合、風邪みたいな出た場合、こういうものがね出ている可能性があります。こういうものが出ているとすると逆に言えばなんか感染してんだなってことがわかるんだと思いますね。まあ他のものに感染してる場合、他の影響で出てる可能性ももちろんありますね。あとプロスタグランジン、補体成分、血米成分、こういうものが、炎症とかね発熱とかを出します。逆に考えればこの炎症を治すことができれば、炎症とか起きないかもしれないですよね。例えば体の中にある副腎がさ、副腎脂質ホルモンとか分泌を大量に出せばこういうことも起きない可能性もあるよね。まあどうかわかんないけども、あとはこっちに行くとリンパ球の活性化も行いますね。あとは組織再生ね、いろんな役割があるわけですよ。ヒアルロン酸分解酵素、ヒアルロン酸も分解するんだね。で組織障害ね、H2O2、 過酸化水素、こういうもの、こういうものを出すことによってちょっとわずか組織を障害を起こすことも、炎症させてしまうってこともあるんですね。これがやっぱり新型コロナウイルスで肺炎になって免疫が暴走するような、なんとかストーム、免疫ストームでしたっけ、あれの原因がこれなんじゃないのかな。こういうものを出してしまうかもね。まあ暴走したとは言えないんじゃないのかな。
まあこの人の役割としてこういうもの出ちゃうよっていう、こういうものが出たとしてもこのやつをなんとかできるシステムも人間の体の中にはあるはずだから、そこが鍛えられていればこういうことが起きても大丈夫だと思うんだよね。で、殺菌活性も行うんですよ、同時にね。酸素依存ね、こういうものを出して、まあこっちではさ障害に なるんだけども、こっちでは細菌とかウイルスをやっつけるためにこういうものを出してるわけだからね。あとジゾチームとかも出してね、酵素分解タンパク質でございますね。まあこういうことも起こると。でもう一つはがん細胞、腫瘍細胞のをやっつけたりする、こういう感じですね。これがちゃんと働けばがんにはなりにくいんだと思いますよ。こういうものが働かないとがんに なりやすいんだと思いますけどもね。では今度ね、ちょっとねいろいろ飛ばしましたよ。なんかこの教科書はね細かすぎてあんまり面白くないんですよね、動画的にはね。15、ウイルス、細菌、カビなどに対する免疫ということでございます。ウイルスに対する免疫、ウイルスはタンパク質構成や糖代謝に必要な整合性代謝機能、機構を機構をかっ、なんだっけ、くため、宿主細胞内感染が増殖の必須条件となる。宿主細胞内感染がね、必須となる、んだよ。自分では増殖できないと、新型ウイルスもね。ある種のウイルスは DNA 複製酵素を欠損するために遺伝子複製機能をも、宿主細胞に依存すると。何でもかんでもね宿主のものを使ってしまうと。新型ウイルスが保持する遺伝子数は最も小さな細菌のそれよりもはるかに少なく、少ないものでは3個しかないんだ。多いものでもたかだか250個ほどであると。ウイルス感染経路の概要が書いてあるんだね。プリオンは最初スローウイルスと呼ばれていた六花性病原体であるが、その実態は未だによく分かっていない。プリオンはスクレピーという羊の脳炎、これに類似した人のクール病やクロイツフェルトとヤコブ病などの中核神経系の変形疾患を引き起こす病原体である。プリオンはタンパク質からなる微小感染粒子である。遺伝子物質である核酸を、これなんて読むんだよ、核って読むか、ちょっと遺伝物質である核酸を核だね、核。プリオンにはこれがと呼ばれるタンパク質が存在し、これが中合してアミロイド様フィラメントを
バッテリーが途中で切れちゃって、ね、どこまで映したかわかんないんだけど、ここから読むか。アミロイド様フラメントを形成するため、感染脳内にはアミロイド斑が見られる。興味深い点はこれがプリオン形成タンパク質のアミノ酸いじり構造をコードする遺伝子が宿主細胞の遺伝子に存在し、脳では通常該当遺伝子の発現が見られることがある。したがってプリオンが真にウイルスであるか否かについてはまだ解決がついていない。プリオンってなんだっけなってなっちゃうよね。プリオンはタンパク質かなる消化感染、まあウイルスの中に含まれてんだね。ウイルスの中に含まれている最小感染粒子というものでものだね、うん、ウイルスやプリオンが、多種多様であると同様、疾患も実に多彩である。感染後の疾患も急性、再発性、乖離性、潜伏性、ウイルスを簡単には検出とできないが、繰り返し発病する潜伏感染であったり、不健性ウイルスが検出されるが症状のない急性もしくは慢性の感染であったりする。したがってこれらの病原体の感染に対する免疫応答も実に様々である。技術プリオンの宿主動物の実験動物への感染によっては、発熱はもとより局所への細胞侵入も観察されない。これらの技術からしてプリオンはおそらく宿主に免疫応答を、邪気しえないと考えられる。プリオンは悪影響を起こさないってことなのかな。これはプリオンタンパク質と相当なタンパク質が普段から体内に存在するためと考えられている。これに反しウイルス感染は宿主に強い免疫応答を邪気するのが常であり、その結果宿主に一生涯にわたる免疫抵抗性を与える。であり、慢性の免疫病変を引き起こすということになるということですね。ウイルス生活間の概略、ちょっとややこっこしいね。ウイルスが入ってきて、まあ遺伝子にどうにかしちゃって、なんかこの青いやつを作って、これがまたウイルスを出しちゃって、またこの有利するっていうサイクルが起きて、そしてこれが、他の細胞にもこういっちゃうのかな、でこれが取り込まれてこういうのができちゃう。読まないと分かんないね。ピリオン、ウイルス粒子がレセプターを介して宿主細胞に、プリオンなんだね。ウイルスって書いてあるけどね。
まあ、ウイルスの粒子がレセプターを介して宿主細胞に付着すると、まあここがそうなんだ、そうですね、ビリオンって書いてあるね、プリオンじゃないのかな、プリオンだね粒子、まあ、ここはウイルスって書いてあるけどプリオンでもいいわけだね。引き続いて宿主細胞に入って脱穀する。このね、周りのこのやつが取れて脱穀してますよね。その後、感染様式がウイルス種により幾通り間の経路をたる。あるウイルスはウイルス構造物を複製して宿主細胞内で完全なウイルスの組み立て完了し4ね、うん、たくさんウイルスを作ってますよね。発芽によって細胞膜から放出する、この放出するんだね。またあるウイルスは宿主細胞へ放出されることなく、細胞内の接触によって直接隣接細胞へ感染する。6番これだね、直接ね、違う細胞にね、こうやって行くこともあるわけでございます。なるほど、エキソサイトシスで出してエンドサイトシスで、あ、逆か、まあこういうことが起きると、エキソサイトシスとエンドサイトシス、どっちかとどっちかちょっと分かんなくなってきちゃったな。まあいいや、ウイルスはしばらく肝細胞内に休止状態と、とどまり、後に再活性化されることもある。このことですね。ただ単にとどまるってこともあるわけでございます。ある種のウイルスは、宿主細胞のゲノムに自己の遺伝物質を注入した形で潜むことがあると、ゲノムに自己の遺伝子を注入した、遺伝子をねちょっと変えちゃうのかな、これだね、8番、遺伝子をちょっと いじっちゃうようなことをしちゃうわけでございます。この場合、ウイルス遺伝子でコードされるタンパク質が宿主細胞表面に発現することもある。多分このね、青い周りのつぶつぶのことだと思うんだけどね。さらに後になって宿主細胞がウイルスに再び、ウイルスを再び生産するようになってだからこれがまたこの4番の状況になったりするわけでございますね。増殖させてますもんね。またある場合は宿主細胞が悪性変異、すなわちがん化するものもある。9番は本当の遺伝子じゃなくて、ウイルスによって形成された遺伝子によって悪性新生なんとか、がんになるわけです。これが、腫瘍になるわけでございますね。だから、逆転者が起こってるっていうことにもなりますよね。ウイルスの中の遺伝情報が、宿主の遺伝子に入れ替わるっていうか、違う遺伝子に変化させてしまうということになるわけでございます。で、宿主細
胞がウイルス感染に抵抗性であったり、ウイルス自体に血管があるためにウイルス感染が成立しない場合もある、ね、ウイルスに感染してもこういうふうになることもありますよということでございます。しかしながら、たとえウイルス感染が成立していない場合でも、ウイルス感染が成立し、娘ウイルスが生産される場合、新型コロナウイルスに対する娘ウイルスが生産される場合と同様、宿主細胞を破壊することが可能であると。こうやってね、周りをね、細胞をやっつけてしまうこともありますよということが書いてあります。まあね、使い勝手によって免疫力がねやっつけてくれることもあるし、うん、いろんなことが起きてしまうこともあるっていうふうに書いてあります。うん、ウイルス感染の病態、ウイルス感染によって引き起こされる疾患のさまざまな病型を赤で示している。急性、慢性。多くのウイルスは急性の疾患を引き起こし、その後は完全な修正免疫をもたらす。一方、ある種のウイルスは感染後細胞内に潜伏し、後に再発性のウイルス疾患をもたらす。それぞれの病型の実践の例を挙げた、どこから見ていったらいいのかな。不敏性感染、クール病、クロイツフェルト・ヤコブ病、エイズ、B 型肝炎などは不敏性感染なんだね。慢性感染になるということですね。急性疾患、先天性風疹ウイルス C、潜伏感染した場合、ウイルスは検出されない、は容易でない場合と、ウイルス検出が可能な場合、2つに分かれるわけでございますね。新型コロナウイルスの場合は、最初こんなふうに言われていたけど、今は検査が豊富になってこうなってるけど、どっちなんだろうね。で、それによって、再発性疾患になるのか、マシンはしかって読むんでしたっけ。マシンって書いてはしかって読むんじゃなかったっけ。どうだったっけ。まあこれ最近流行ったような気がするんだけどね。あ、違うかな、ちょっとごめんなさい、適当に言っております。まあでもいいや。次に、きちんとした免疫学的知見に基づき、免疫応答の性質が明らかである急性ウイルス感染について述べます。まず、一般論としてウイルスの再発性免疫、再発性感染や潜伏感染及び生涯にわたる不敏性感染の根拠をなす免疫学的発症基準がほとんど解明されていないことを留意してほしい。まだね、分かってない部分が多いということでございます。新型コロナウイルスも含めてね。さらに付け加えれば、急性ウイルス感染に関するデータの解析にも注意すべき点が多々ある。試験管内でウイルスやウイルス感染細胞を
破壊する幾通りかの免疫病原機構が確認されている。しかしながらそれらのいずれかが体生体内で抗ウイルス免疫に重要であるか分かっていない。多分ね、僕の考え方なんだけども、個人差があったり生活習慣の違いがあったりいろんなことでね、再現性が取れないんだとね、僕は思っておりますね。生体内で有効な抗ウイルス免疫防御機構を発揮させることは、抗ウイルスワクチン開発、新型コロナウイルス開発にとっても必須である。なぜならば個々のウイルス感染に対し、それぞれが有効な生体内ファクター機構がはっきりしない間は、ワクチン、新型コロナウイルスワクチン開発は試行錯誤の繰り返しとなる。いい換えではワクチン投与によって不適当なエフェクター機能が監査誘導し、結果的には一層重篤なウイルス疾患となったり、結果として厄介な免疫変病を残す危険性があります。今ね、アメリカなんかでワクチンができたどのこのって書いてあるけども、そこにちょっと間違いでもあったとしたらこういうことが起きてしまうよって書いてあります。一歩譲って生体内で有効に働く抗ウイルスエフェクター機構が解明されたとしても、現時点で目指す目的とするエフェクター機能を正しく監査誘導するためにどのようなワクチンを調整すべきかよく分かっていない。以下ウイルス免疫における種々のエフェクター機構について述べる。各人ウイルス感染病原において、どのエフェクター機構が重要であるかよく分かっていない。ウイルス感染、古典的なウイルス感染は上皮細胞層表面から局所侵入に始まり、1回以上のウイルス結晶というものを起こすんだね。下手のし、皮膚や神経系などの標的臓器へ、移動、標的臓器っていうものがあるんだね。新型コロナウイルスの場合はどこなんでしょうね。味覚が変わったりって言ってる人もいますけどもね。ウイルスの種類によってそれぞれ異なった細胞に感染するが、これは標的細胞上のウイルス特異的受容体のアイムに一部依存している。例を挙げれば、エプスタイン・バー EB ウイルスは、個体レセプター CR2 を受容体とするために、主として CR2 陽性の B 細胞を主的、的細胞とする。また、人を免疫不全ウイルス、AIDS、HIV、AIDS は、CD4 感染すると、ウイルスにはね、状態があるんですね。ヒト、エイズ、CD4 ね、ヘルパー T 細胞で、狂犬病ウイルスね、アセチルコインレセプター、神経なんですね。神経細胞。ワクシニアウイルス、牛痘ウイルス、表で、エプスタイン・バーウイルス、まあ、こんな感じ。 A 型インフルエンザウイルスはグリコホリン A レセプターね。なるほど。
もう徹底的にやろうか、ここは。抗原の成長や局所、触手細胞表面上に存在するフリーな病原粒子そのものによって有効な免疫監査機構が決定される、すなわち抗ウイルス細胞障害性 T 細胞 TC はウイルス抗原を発現したウイルス感染細胞に対して有効であり、抗ウイルス中和抗体は主としてビリオン、プリオンかな、ビリオン、感染力のあるウイルス粒子そのものに対して、効果を発揮するし、したがってウイルスの種類や感染時期などによって有効に働く抗ウイルス感染監査機構は異なっていると。インターフェロンは全てのウイルスに対して非特異的に働くんだね。防御作用をします。したがってインターフェロンは先天免疫の一部であり、ウイルスが触手細胞へ侵入する以前に抗ウイルス抵抗性、ウイルス増殖防止を触手細胞に部よ、なんとかよすることで感染防御効果を発揮する。なるほどね、インターフェロンね。抗ウイルス防御機構、抗ウイルス防御機構っていうのは、まあ抵抗性が強い人は働くし、抵抗性の弱い人は働きにくいというふうに考えていいんだと僕は思いますよ。感染初期の防御にはね、新型コロナウイルスも同じだと思いますよ。インターフェロンというものが出てきますと、上皮表面に存在する分泌型 IgA が当たる一番、一番って言ってもどこのこと言ってるのか分かんないんだけどね。まずそれが行われると、いわゆる上皮表面のみで増殖するある種のウイルスはこの段階で阻止されると。なるほど、このこと言ってんだ。感染上皮および領域でリンパ節で複製、インターフェロンとか、これは IgA のことなのかな、感染上皮および複製される、その他のウイルスは一度また二度のウイルス結晶を引き起こします。この段階では流血中の抗体が阻止的に働きます。抗体がね、働くんだね。ウイルス結晶っていうものが起きた場合はこの抗体が与えられてくれます。細胞内へ侵入したウイルスには様々な
細胞性および体液性の免疫防御機構が働く。細胞の中に入った場合は抗体とかね、ちょっと細胞性免疫、まあとかね、抗体とかインターフェロンとかが作用しますよって書いてあります。ウイルス感染細胞の破壊は通常では宿主にとって有益である。しばし抗ウイルス免疫防御機構が本来のウイルス感染より大きな損傷を宿主に与える場合があると。まあそれぞれこうやってね、それぞれの段階で皮膚についた状態、血管の中に入った状態、細胞の中に入った状態でそれぞれ働くんだけども、ウイルス感染細胞の破壊も同時に起こす可能性もありますよというふうに書いてあります。もう徹底的でございます。抗ウイルスの獲得免疫実体特異抗体とウイルス特異 T 細胞であり、何が、まあいいや、まあいいや、抗ウイルスと取得免疫の実体は、特異抗体とウイルス特異的 T 細胞であると。ウイルス粒子やウイルス感染細胞上の特異抗原、もう写すの大変、文字がボケちゃうんだよな、認識して抗ウイルス作用を発揮すると。抗ウイルス抗体、新型コロナウイルスに対する抗体だね。標的細胞外、細胞の外に分布するウイルスにのみ結合可能であると。感染細胞内のウイルスに結合することは不可能である。だから抗体がどんなに作られても、それは細胞の中に入っている新型ウイルスには効かないとね。テレビなんかでね、免疫の話になると必ず抗体という言葉が出てきます。でもそれ以外の抗体以外の免疫でなんとかやらなければいけないということをね、強調したいですよね。 AGG および AGM 抗ウイルス抗体は血小や組織液中のウイルス粒子に効果を発揮いたします。細胞外に働くと。分泌型 AGA は粘膜、上皮細胞を防ぐ、だからね、粘膜のところにウイルスがやってくると、吸収されちゃうよとか言うんだけど、そこにもね、一応 AGA っていうのは待ち構えております。まあ一回ね、どっかでね、新型コロナウイルスをね、一回感染して AGA が作る過程がないとこういうことはできないですけどもね。まあウイルス結晶を起こさないウイルスの感染防御に特に重要であると。 AGA がね、血小
起こさないウイルスの上皮表面を防御するのに大変、抗体補体と共同し、共同してウイルス粒子のエンペロープを阻害したり、ウイルス抗原発現する、感染細胞を溶解する、細胞性免疫反応 TC 細胞や抗体依存性細胞性細胞障害機構はウイルス抗原を発達する感染細胞すぐね、今バッテリーが消えちゃってね、消えちゃったんだけど、どこまで読んだっけ。エンペロープを障害したり、ウイルス抗原を発現する感染細胞を溶解すると。この補体、抗体は補体と協力して、抗体はね、この補体と協力してウイルス粒、ごめんなさい、取れてなかった、ごめんなさい。抗体は補体と協力してウイルスの粒子エンペロープを障害したり、ウイルス抗原を発現する感染細胞を溶解する、細胞性免疫反応 TC 細胞や抗体依存性細胞性細胞障害機構はウイルス抗原を発現する感染細胞を障害することによって細胞内ウイルスに対して効果を発揮する。ウイルス感染細胞表面に出現するウイルス抗原は少なくともその一部がウイルスゲノムコードされた特異抗原とウイルス感染によって新たに誘導された宿主ゲノム由来抗原と区別することが重要である。なぜならば宿主ゲノム、取りにくい、宿主ゲノム由来抗原、もうどうやって取ってないんだよ本当に。抗原はウイルス感染の指標とはなり得ても、どうしたらいいんだよこれ。感染防御免疫の誘導にはほとんど役立たないからである。なんて書いてあるのかさっぱりわかんないけどね、難しいよね。宿主ゲノム由来の抗体と区別することが重要なんだね。ウイルス感染細胞表面に発現するウイルスの抗原は少なくともその一部がウイルスゲノムでコードされた特異抗原とウイルス感染によって新たに誘導された宿主ゲノム由来の抗原を区別することが大事なんだそうでございます。新型コロナウイルス感染細胞に発現するウイルス抗体ですね、獲得免疫、抗体と補体があるわけですね。細胞障害性 T 細胞と NK ナチュラルキラー細胞、抗体依存性細胞障害細胞 ADCC などがあると。宿主細胞内のウイルス抗原があるね。これが新たなるタンパク質の
整合性 命令を果たすということですね。この中にね、RNA とか DNA が入っていて、それを逆転写、この中に入ってから逆転写によって粗放的な DNA とかね、粗放的な RNA ができて、それが二重らせんを作って新しい、DNA ができて、その DNA からまた、転写が行われて、で新しいタンパク質ができていくというね。でプリオンかな、プリオン自体のウイルス抗原っていうのもあるんだね。これですね、ウイルスのこの部分、この部分もあるんだ。で宿主細胞膜上のウイルス抗原というのもある、ここにもあるわけだ。ウイルス自体もこうやっていくし、ここにもなんかあるんだね、ここにもね。で誘導された宿主抗原っていうのもこれによって新しいものがこうできていくわけですね。これらが全部ウイルス抗体と呼んでいいのかな。さらにこれらのイオンや、含まれ、また宿主以上のだね、いろんなことが起きるっていうことなんでしょうね。これらのうち獲得免疫の対象となる有効な標的抗原は宿主細胞上皮、宿主細胞膜上に発現する抗原のみである。これのみな、これが重要みたいでございますね。ウイルス特異抗原の大部分はタンパク質または糖タンパク質からなり、糖タンパク質はウイルス発芽段階でしばしば宿主細胞によって糖負荷を受けるプリオン、ピリオン内部に存在するウイルス内部抗原は抗体による感染防御免疫にほとんど役立たないが、T 細胞による感染防御免疫に重要であると。 T 細胞におけるウイルス抗原の認識、ウイルス抗原に対する免疫応答はそのほとんど全てが T 細胞由来である。抗ウイルス抗体酸性もヘバー T 細胞 TH の関与は不可欠である。したがってウイルス感染、新型コロナウイルス感染に対する宿主動物の感染性、感受性はウイルス特異的 T 細胞機能不全と密接に関係ある。さらに T 細胞が抗ウイルス抗体生産と抗ウイルス細胞障害 TC の両免疫応答に関与していること、個々のウイルス感染におけるどうのこうの、自己クラス2ね、なんかさっきやったね。インフルエンザ抗原認識には前もって抗原が抗原提示細胞のエンドソームの中でそれにプロセッシングされることが必要。これはどうのこうの、したがってリソソーム機能を薬剤によってこのリソソーム機能を障害する薬剤によって抗原認識が阻止されるんだね。自己クラス、ジワウイルス、外からウイルスを抗原を加えれば、これを阻害する。この事実は、
ウイルス抗原がプロセンクスされたものと承認されるということで、ウイルス並び外部って書いてあるね。ウイルス内部および外部なんとかって書いてある。ウイルス表面抗原、ウイルス内部抗原、内部の抗原と表面の抗原とがあるということですね。このところをこうやって取るやつと、このところをこうやって取るやつ、これは別のところだな。感染防御機能なし、感染防御のあり、これはなしということでございます。抗体はおそらくすべてのウイルス抗原に対して生産されるが、ウイルスに結合可能なものはウイルス外部の抗原に対する抗体のみであると。 IgG と IgM の抗体は結晶組織間液、間質液の働き分泌が HA 抗体は上皮細胞でのみ重要である、まあ、抗体によってね、ついたりついたりつかなかったりするよってことが書いてあるんでしょう。まあちょっとね、細かすぎるので、このところはね、もう飛ばしちゃおうかなと思ってしまったんですよね。徹底的にやろうかなと思ったけど、ウイルスと抗体の反応のところを読んでみましょうね。抗体はウイルスと宿主細胞の相互作用を阻害し、結果としてウイルスの吸着侵入脱から複製を阻止する。ある種のウイルスは宿主食ファゴソーム内へ侵入し、ウイルス外核がファゴソーム膜と反応し、これを誘拐してウイルスゲノムを宿主細胞内へ注入するが、プリオン、ピリオンに抗体が付着している場合は、このウイルス外核とファゴとの反応が阻止されると。まあちょっといろいろ書いてあるんだけど、この辺は飛ばしちゃおうかな。また必要だったらまたここに戻ってきます。なんかいっぱい書いてあるんだけど細かいんだよね。僕が興味あるところだけにしようかな。このね、やっぱりナチュラルキラー細胞は僕大好きなんだよね。ナチュラルキラー細胞における抗ウイルス免疫ね、抗マウスサイトメガロウイルス CMV、抗体の抗ウイルス作用っていうのはここに書いてあるけどね、エフェクター抗体のみ、抗体プラス補体、抗体プラス補体、抗体プラス補体って書いてある。もうなんかライトが反射して撮れないんだよな。長所短所があるんだ。決定的な抗原分子の、まあいろんなやり方があるってことが書いてあるのかな。まあここら辺飛ばしちゃおうかな。ここもいいな。ここだよ、僕が言いたいのは。ナチュラルキラー細胞が関与する証拠がある。証拠があると。こっからつながってたね。キラー細胞。
新型コロナウイルスがね、ナチュラルキラー細胞が関与する証拠があります。抗アシアロなんとか抗体投与によって、ナチュラルキラー細胞を、機能を消失させたマウス、実験動物でございます。サイトメガロウイルス感染に対する感受性が増大すると、同様に NK 細胞を豊富にした正常非リンパ球や倍化 NK 細胞を乳児マウスへ移入してやればサイトメガロウイルス感染が阻止される。感染が阻止される。同じことが人でも見られるか、定かではないが、人、NK 細胞によってサイトメガロウイルス感染細胞が試験管でよく解されたと報告があると。だからナチュラルキラー細胞も新型ウイルスをやっつける可能性がありますもんね。この辺は飛ばしちゃおうかな。A 型インフルエンザに対する人のビデオのバッテリーがね、もうすぐ消えちゃうんですよね。今充電中なんだけど間に合わなくてね。この辺は飛ばしちゃおっか。ウイルス感染が宿主細胞のインターフェロン酸性を誘導します。ね、こう誘導します。インターフェロンは細胞外へと放出され、他の細胞のインターフェロンレセプターに結合します。インターフェロンの作用は動物種特異性が見られるが、これはレセプターが特異的であるためと考えられます。インターフェロンはある種の抗ウイルス作用を持つタンパク質の合成を誘導し、しかもこのタンパク質がウイルスの侵入によって活性化される。インターフェロンはその他にも様々な生物活性をしますが、よく分かっていない点も多いと。ウイルスがやってきて DNA に関わって、転写して、で翻訳して、まあタンパク質が作られてインターフェロンになってこれが放出されて、同居機能発現がよく、で他のところにこうくっついてまた DNA になってこうやってタンパク合成が行われて抗ウイルス状態になる。この状態が働ければまた新型コロナウイルスがやってきたとしてもこうウイルス状態になるというわけでございます。つまり新型コロナウイルスに対してこうウイルス状態にするためにはウイルスをちょっと感染させないといけないってことになるわけですね。過度な予防をして潔癖症になるとこういうことが行われなくなってこうウイルス状態にはならないということになることを言っておきましょう。理解しましょう。あとね、ちょっと軽くやりますけど、がん細胞、主要、壊死因子ね、の抗ウイルス作用っていうものもありますね。まあちょっとここは飛ばしたいんだけどもね。まあ一応あるってことを言っておきましょう。
あとエイズですね。エイズウイルスっていうのもここにちょっと書いてあるけど、まあここはちょっと飛ばしちゃいますね。だからウイルスっていうのはね、いろんなところに関わってるんだってことをね、ちょっと伝えたいなと思って。ウイルス感染と自己免疫疾患に対してですね、ウイルス感染はまた隔離抗原の放出、分化抗原発現抑制の破綻、あるいは直接自己反応性リンパ球の増殖を刺激することによって自己免疫病を引き起こすこともあるんだね。レトロウイルスが宿主遺伝子内に組み込まれた場合、新規な組織適合抗原を発現することもあるんだね。エイズ粒子表面の T 細胞の溶結合時感染し、ウイルスは D4 発現の弱いマクロに感染するが、この場合、抗ウイルス抗体の上がフスメクロファクター、ウイルス細胞の組み込まれた状態で存在するが、ある種の刺激によって、ウイルス遺伝子の転写が活性化する。このようにして、新たに生産されたエイズは T 細胞から発芽したり、マクロファージ空包内へ転出してとどまり、重大な感染ウイルス源となることもあるらしいですね。ちょっと難しすぎてよくわかんないんだけどね。この取り込むことが起きるわけですね。感染して DNA かね、DNA が取り込まれて潜伏状態を経てインターフェロンとかが働いてウイルス遺伝子の転写活性が行われると。要するにね、ウイルスによって遺伝子が組み替えられて、それによってタンパク、新しいタンパク質とかがね、作られて、それによってね、害が起こりますよっていうことが書いてあるんじゃないかなって僕は思うんだけどね。リンパ球、なんとかね、ウイルス、原。LCM ウイルス感染による発生タンパク質の免疫により左右、すなわち新生物質の感染は、特定クラブ質の発生タンパク質に生じ、ちょっと難しいよね、この辺はね。単なる別変化させて、T 細胞はウイルス感染種の T 細胞免疫の成立がウイルス感染種の主意と考えられている。なんか分かったような分かってないような。リンパ覚醒、こう注射やってますね。免疫不動複合体感染死、新生のやつだと免疫複合体が起こる、熟成マウスだと感染死する、マウス感染、難しいことが書いてあるけど、なんかあるんでしょうね。ごめんなさい。難しいけど。LCM ウイルス感染の発現は、マウスの免疫応答によって左右されるんだね。すなわち、新しいやつのマウスで、ね、感染1は、
継続性がウイルスを排出を、伴った免疫複合体陽変を生じ、子宮体腎炎や血管炎となって現れると。また熟成マウスへの脳内感染は死ぬんだね。シクロホスファミド投与による免疫抑制剤がこの脳内感染を防御し、単なるウイルス主特性と変化させれることから、要因であると考えられるんだね。なるほど。 T 細胞免疫性質がウイルス感染種の主たる考え。なるほどね。免疫投与によって防御しようが、 P の T 細胞によって打ち消され宿主が死亡する。まあこういうことも起きるんっていうふうに書いてありますけどもね。免疫自体がちょっと反対の作用が起こって、まあ自己免疫疾患的なことが起こるっていうふうに書いてあるんですよ。ちょっと難しいですけどね。まあ T 細胞とかね、そういうことが関連してね、こういうふうになることもあるということが一応書いてあります。今回は一気に220まで行きました。今回の動画のね、最初の方はね、あんまりね、ウイルスに関してね、あんまり書いてないのでつまんない構成になりましたが、後半からね、ウイルスに関連するとかたくさん出たのでね、徹底的にやりました。この後ね、こういった細胞に対する免疫とかになるんですけどもね、この続きはね、やるかどうかはね、この後のページを見てね、ウイルスのことがいっぱい書いてあるんだったら、また次回もこの本やっていきたいなと思います。今夜はね、ここまでにしたいなと思っております。よろしくお願いいたします。